今こっち来てからの、はい、現状を教えてください。おはい、願いしま今は週5日半路入ってて、はい、サンハロン54をベースに週1、はい、2回52、3のところ乗ってます。はい、はい、どうですかね、半路は。順調に前向きさもありますし、はい、まあ、ちょっと左に張っていくっていうのが今の課題ですかね。前向きさあって、全然52、3行った時も全然楽に上がってくれます。はいはい、気象面とかどうですか。気象面は全然ペース上げても変わらず、はい、ドゥラメンテにしては扱いやすく、気の悪いとこもなく、今まで扱ってきたドゥラメンテの中でも全然扱いやすい、おとなしい方です。ドゥラメンテ皆さんそういうおっしゃる方多いので、はい、なかなか難しかったんだな、はい、難しい罠多いんだなって毎回最後に聞いてるんですけど、回ってますか。およ、回ってますけど、なんかこっちに移動してきた時よりは全然少なくなったと思いますね。あ、なんかそういうタイミングとかなんかあるってことなんですかね、馬に。まあ、人が乗って運動して、もしかしたらそれで疲れてきてっていうのもあるかもしれないし、うん、結構早く進んでる組ですか、もうこれ。あ、ここで一番早く進んでる組です。あ、そうですか。ちょっとまだはみ受けがしっかり、うん、ちょっと弾きます、はい、ちょっと弾きます、ね、あ、なるほど、そうです。ちょっと求めるとこう上にガツンガツンと弾いてくるのが今の課題ですかね。うそういうとこが影響して反路も左に張ってくるのかなと思います。あ、それで引っかかっていくとかはないんで。ああ、そうですか、はい、